おはようございます。どうもコロです。さあ今日も元気にウニグラム2021やっていきましょう。まずは前回のウイレ動画で皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。ちょっと間空いてしまってますがね。さあまずメイソンマウントさんからです。タイトル安定の Google 翻訳でそうということです。この Google 翻訳のタイトルに関してはね、隣の彼がつけていますので、今後もまた登場してくるかもしれません。よろしくお願いします。続いてキアツさんからです。クラム公式から30歳 YouTuber 呼ばれはさすがに認められててそうということです。この前のね、徳島戦の時に実物を見させていただきました。まさか取り上げられると思ってなかったので非常に嬉しいです。まあ年齢とね、職業でね、誰か特定されるっていうこともなかなかないと思うんで、それを光栄に思ってやっていきたいと思います。最後に後期スポーツラブさんから、どんどんルメニゲとキャンベル放出の確率上がっててしまうということです。まあ逆にね、これだけねレベルトレに転身されているのにまだこの二人が残ってること、奇跡なのかもしれません。この奇跡の彼らを守り続けていきたいと思います。はい、今回の動画なんですけれども、週刊 FP ガチャを引いていきたいと思います。いや、あと CL ベスト16の、はい、ベスト16が、いや、だからチンコ触りながらマジでやめて。いや、だから、修正してんの。何よ。あなたの発言とポジションを、いや、ええー、うん、だからそれ本当に不安なこの証拠だからね。ずっとチンコ触りながら、いや、自分に対しての不安。はい、チンコチャネラって言ってね。だからチンコ喋りながらチンコチャネラそれ俺でした。先生喋られる側です。ええー、はい、でそちらを引いていく形になります。ただちょっと申し訳ございません。ネット環境の方がですねまだちょっと整っておりませんので、今回対戦はなしということで。対戦ないんですが、はい、まあなのでどうやって引くかっていうと、彼の iPhone のテザリングで、いやお前らも使えよ。だから本当に出ないよなぜか。いや、あの画面が見せて、そこはせめてそのお互い引くときはそれぞれのテザリングでやろう。テザリングテザリングで、はい、してほしいけど、ね、あの画面見せてよ。こんな感じで、いやお前は本当入れてる。まずじゃあ見せてよ、一回オンオフ入れて。いやそうそうそう、だからそれもやったのよ、これでしょ。いやもう繋ぐっても、そっち繋ぐのやめて。まずなんで。いや同時に繋ぐ必要ないでしょ。それぞれ引くときに繋げば2台同時に接続する必要ないでしょ。リアルに。じゃあ、いや計測できないからね、しかも。いやそういう検証動画でもあるから。はい、わかります。いやこれが引っ越しとかされる YouTuber のヒカクさんとかいらっしゃるから。はい、デザリングでそのデザリングね、デザリングでそのガチャ引いたらどれぐらい容量かかりますかっていう検証動画があるから。はい、今すぐ切ってこれ。まずいや、まだ繋いでないから。うん、オッケーオッケー。ちょっと今回も順番はぐちゃぐちゃになります。どういうの。いやいや、俺はもう一気に引いちゃう。なぜ。いや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 、その切りスイッチングがコストかかるから。いっぱいダウンロードしろよ。なになに。あ、なんでお前。嬉しいよ。俺の Wi-Fi 食うことが嬉しいの、データは。更新が多いってこと。ギガドロップ、ダメだよ、マジで。映画ドラゴンの次は、更新が多いって嬉しいことでしょ、ユイレユーザーとしては。いや、ユーザーとしてはね。うん、そうよ、いや、これ今特殊なユーザーなの、俺ら今。じゃあまずは、週刊 FP ガチャ引いていきたいと思います。はい、週刊 FP ガチャの一覧このような形になってます。私欲しいのはルカクとベイルです。それではいきます。いや、早すぎるだろ。まあ、まずルカクはどうなんだろう。これまでの FP とかと比べてどうかちょっとわかんないけど、まあもう一回、あ、欲しいな。ルカク、ベイル、あ、ゴレツカもいいね。ドンナルンマもいい。まあ持ってるしね、俺。育てられてるところも含めて。アルベンディアスもいい。俺今ね、スターティングメンバー使ってますし。私、その4人狙っていきたいと思います。あなたの方は。いや、デパウル強いですね、91って。これ、デパウルちょっと気になります。あと、ゴレツカも欲しいし、やっぱドンナルンマね。はいはいはい。キーパーはやっぱドンナルンマ欲しいですね。で、ルーベンディアスも欲しい。で、やっぱ、アタランタのこのゴセンスね。はい。ゴセンスも欲しいし、で、グラムもいいし。いつもより多いだろ。獲得候補が。じゃあ、いや、もう全部じゃん、ほぼ。嬉しいって。オッケー、分かった。それでは、私の FP ガチャ1回目引いていきます。ルベンディアスも嬉しい。まあ、結構持ってる選手多いけど、被っても育てられるっていう嬉しさもあります。じゃあ、イングランド？さあ、誰来るか？ルイスか？あ、ベイル、オッケー、ベイル、オッケー、よー。じゃあ、ガレス・ベイル引いてきました。トッテナムでーす。さあ、ベイルの能力こちらになってます。ベイル21まで上がります。まあスピシュンのところやっぱさすがですね。オフェンス系の能力もバランスよく高いです。
あ、スキルの多さいいね。ダブルタッチとかないけれど、まあライジングシュートとかもありますし、あ、ピンポイントクロスもあるので、これはねサイド、まあ、カットインしてシュートクロスにも期待していきたいところです。ありがとうございます。はい、それでは週刊 FP ガチャの2回目コアラのターン、またイングランドベーディアス、オービドレイス、センターバックは今そこまでね、ポジション的にはね我々チーム足りてはいるんです。まあ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 、身長が189センチ、まあスタミナの高さはいいでしょう。まあスピシューのところはね多少ウィークポイントになってきますんで、そこは相方を選びを考えていきたいと思います。ああ、スキルこんなあるんだ。もちろん通送心もあります。あ、スルーパスとかもついてるんだ。シュートもあります。これはね、攻撃参加のところも気になるところです。いいですね。いいよ。さあ FP ガチャの3回目引いていきます。さあどうなるか。あーっと、誰、オランダ、なんかフォワード、ボンサバドゥ、ちゃんアーゼットの選手、フォワードです。お、レベル50までいくわ。じゃあもうスピシュンが完走ぐらいの勢いじゃないこれ。はい、すでに90と88。お、ダブルタッチもある。これ育てたらだいぶ面白い選手になりそうです。私の周回ピガチャのは以上です。はい、今回はねちょっと私が続けて見ていきたいと思います。チャンピオンズリーグ、こちらのガチャの詳細を見ていきましょう。11名の選手がリストアップされています。おしゃれなカードみたいな、ね、うん、背景いいね。アリソン、まあ、アリソン持ってるからな。あ、ムバッペでもこっちの方がなんか強そうな雰囲気はあるな。ムバッペいいね。あ、スピリクエータもいいよ。カンセロも悪くないですね。私はまあ一番やっぱムバッペ、あとはスピリクエータ、カンセロ、そこら辺ですかね、欲しいポジション的にも。あなたの方は。私もやっぱムバッペ欲しいな。で、やっぱアリソン好きなんでアリソン欲しいし、ベラッティも欲しいです。うん、でムシアラはねかなり強くなるって聞きました。99まで行くのかな。あ、レベル69まで上がるんだ。全然若いんでね、まだ17歳の選手です。ちょっとやっぱ彼も欲しいなって気持ちはあります。はい、スーパーサブもついてる。これはね若手の注目株かもしれません。いや、でしょうね。あなたはしてないだけ、うん、オッケー。世界はしてる。オッケー。それでは、CL ガチャ私1回目引いていきます。シールガチャ私1回目、誰引いてくるんでしょうか。これはドイツの選手、ムシアラもあるよ。あ、ムシアラ来たー。これはムシアル男にムシアラば、ムシアラ選手を引いてきました。よし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 、これはいいね。一般的な人だったらね、あのムシの方でかけるんですけど、うん、俺、うん、そっち、俺はね、てか11上がるんだ。そして先ほど見ましたようにスキルもこれだけありますね。ダブルタッチ、スーパーサーブもついて、これはねレベルまでいくと本当に面白い選手になってきそうです。すでに瞬発力91あります。これは楽しみだな。 CL ガチャ2回目見ていきましょう。誰を引いてくるんでしょうか。はい、フランス、フランス来た。フランメンディかな。ベレッツ、あ、ベラッツ、間違えた間違えた、ベレッツ間違えた間違えた、パヒーサンジェルマンの、ベラッティを引いてきました。マルコ・ベラッティです。ボールキープ、グランダーパスが95円、すごい三角形になってますね。ビキニみたいな、三角形じゃない、まあ三角形じゃないけどね、六角形か。はい、能力こちらになってます。お、シャペウがついてる。これは珍しい。闘争心もあります。これはね、どこのポジションで使おうか迷うところですが、非常に面白い選手取ってきました。どういうこと。いや、中盤かな。さあ、ラスト引いていきましょう。どうなるでしょうか。ゴー。誰を引いてくるんでしょうか。ラスト、ポルトガル、マレが来た。マレが選手を引いてきたようです。そうですね、ムサ、うん、マレが選手引いてまいりました。さあ、ムサマリが96。これはフィジカルモンスター系の選手でしょうか。スピシュンも高めだね。29歳、186センチ、ヘッダーいいよ。スーパーサブ闘争士、これは面白い選手だね。私のガチャ引きは以上となります。はい、それでは我々の切らしていただきます。一旦ね、一旦どれぐらい使ったのか、じゃあ一旦マジで、やらせていただきます。はい、今もうネットワークの切断しました。ちなみにごめんなさい、さっきの画像撮ってなかったんですけども、さっきあの3点、今月の使用量は 3.92GB という形でスタートしてます。
あ、利用から早まで60分以上かかるらしい。じゃあこれはあの動画出す頃には分かる。まあ分かったらいいですね。はい、それではね、ポンピーの週刊エピガチャの方から引いていきたいと思います。よろしくお願いします。頼むよ。オッケーオッケーオッケー。ネット使うなよ。お、ネット見ろよ。ネット、豊洲市場は、ボランティア。ボランティアって何？ボランティアからできんはやめてよ。ちょっと、よし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 、ムスタファ。ちょっとね、今回試合なくてよかったかもしれません。はい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 。いやいや、ネットと取ったらありえるけどね。わかんないけどね。あ、でも闘争心はいいよ。はい。はーい、で、周回 P ガチャ2回目です。頼むよ、っと、中心の方行って。あ、イタリアいいんだ。誰がいた？イタリアは周回 P の方は。誰いた？いや、グラムか。グラム。さあ、グラムさん、いらっしゃい。でかいですけどね。いやー、スタミナももうこんな低いんだ。うん、ちょっとやっぱ一時期と比べると落ちたんでしょうかね。なるほど、わかりませんが。はい、いや、FIFA だと強いイメージ。はい、まあロングスローはいいのかな。ちょっとね、でもちょっとなんか特徴がやっぱでかいっていうのかな。うん、そこかな、一番は。まあサイドバックとしては大型の選手になります。スタミナ気になりますね。はい、でもでかい割にそんなフィジコンも強くないっていうのと。はい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 。お前のゲップにギガを使うな。いや、ちょっとここまでひどいよ。さあ、1ピーガチャ3回目になります。いい引き来い。イタリアパウジグラム。ギガ的にもいい展開です、これは。やめろ。説明させろ。さあ、チャンピオンズリーグガチャポンピーの1回目。これはドイツ。虫あり。いや、ズーレか。ズーレ、ズーレ引いてきました。さあ、ニクラス・ジューレです。いや、いいんじゃない。いや、いいよ。まあ、スピードはないけどね、フィジカルと、まあ、いいですね、ボール。ボール出し能力いいね。ハードプレスもいいんじゃない。はい。インターセプトはない。まあ、マンマークはいいか。ダブルタッチあんの。へぇ、かなり珍しいんじゃないですか、センターボケダブルタッチ。確かに、あんまり聞いたことないね。あんま聞いたことない。いや、だから見たことない。まあ、期待できます、ね。はい、お願いします。まだ育つんで。はい。さあ、続いて、やめてよ。何クリーンを。愛ちゃんの話。うっ、どれ出るか。フェラメンディ。エマベが。違う。エマベ、エマベー。違う。人のギガでエムバペか、あいつは。ありがとう。Wi-Fi の速度出てねえけど、選手の方で速度出ちゃったか。そんなうまくねえよ。OK。OK、OK。これはもう言わずもがなずでしょう。いや、これは強すぎる。人の動画もなかなか見れないんでね、ネット環境ないんで。確かに、ここ数日あんま見れてないです。本当は確認したいところですけどね、比較を。まあでも相当強いんじゃないですか、やっぱり。はい。だからもうスピードとドリブル系はカンストすると。はい、そんな状況になっています。はい、はい、これはいいでしょう。うん、さあ、チャンピオンズリーグガチャのラストいただきます。むしゃらむしゃら、これはどうなるんだ。おー、いつからの、おー、クロスチューラー。危ない、待って、おー、ここで切断させていただきます。やべえ。何早すぎだろ。その休憩みたいな。いやもうちょっと行列の法律相談所野球中継食べてます時間ですが。この後ね、ギガ数がね、どれぐらい使ったかというところだけ、お見せしたいと思います。一旦失礼します。ギガ数の確認を行っていきたいと思います。頼むよ。場合によってはもう企画続行不可能っていう可能性も出てくるから、さあ、ギガ数いくつになっているか。あれ、じゃあもう何も使わずにできたってこと。いや違うじゃん、反映だから Y さんのあれじゃない、それは反映が。じゃあまたこれは分かり次第。ああ、いや、ちょっとね、この検証動画ちょっと続けていきたいと思うんですけど、ちょっと今回の動画では検証結果不明という形になってしまいました。またこのね、続行はね、何かの動画でお伝えできればと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。この動画いいと思ったら高評価お願いします。